木曜 MC 浪川大輔。本日遅刻しました。さっき来ました。おい、何やってんの。よろしくお願いします。水曜日で行っている遊びをイベント用にアレンジさせていただきました。ありがとうございます、この世で誰もまだ挑戦したことがないであろう水曜日ならではのしょうもない世界記録、それがギネス世界記録となっております、はい、だからあのギネス記録とは皆さん勘違いしないでくださいね。もうしょうもない記録ですから、ギネス世界記録は、だから別に何でもないってことでしょ、はい、そうですそんな、人類初挑戦の記録を作っていきましょう、はい、ちなみにこれまでにどんなことをやったかっていうと、まあ、制限時間30秒以内に森久保さん何やったんでしたっけ。ギャ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 全然風じゃないけど全然マリオがブロックの空ブロックをバイバイバイってやる音みたいなのが確かに、はい、あとはね、超絶低速しりもじ、これは翔太がやったの。翔太そう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 、翔太あのしりもじでこうちょっとポールダンス的なね、絵になるな。今のリアクションはフーが正しいんだろうね今のは正しいよ。はい、いずれもこの2つはなんとね、いずれもどちらもギネス世界記録にもう認定されてるんです、誰が認定するの。これ僕ら夜遊びチームが認定します。なるほど、はい、認定されない時あんの、まあ、今日そうなるかもしれませんあー辛いな、はい、ということで、今回お客さんと挑むということですが、うん、気になるギネス世界記録はこちら。お客さんを3人、下の名前で50音順に並べられるか、参加してもらうわけで、みんなにね。なるほど、はい、これ、ルール説明しますね、まあ、出演者を2組に分けて全2回挑戦させていただきます。なるほど、まずは会場のお客さんをね、まあ、選ばれたくない人はさっきのこれね、あの、で、選ばれた人ポンって指さすんですよ、僕らが。そしたら、ステージ脇の花道に上がってもらいます。はい、下の名前を聞いて、それが基準に、その名前から50音で後ろになる名前っぽいお客さんを再び会場から選ぶ。あ、こちらはですね、だからなんだろう、あの最初にアミとか選びたいわけですよそうですね、だからざわついてるけど分かるよ、すげえわけわかんないもんね俺も読みながらこれすげえわけわかんないなと思ったけど、まあ50音で並べば OK ってことなんで、だからアミが最初に来たらすげえいい OK って、だからサトシ
が来たら、あ、順番に並んでるね、オッケーみたいな、赤さってことね、うん、だから最初に吉尾とか来たらちょっときついなみたいな、確かに確かに、うん、一番辛いのは若子とか、ね、若子、若子でもあれじゃん、ちいさんとかもまずいじゃん、ちいさん、なんてちいさん、ちいさん、ちょっと黙ってやってもらえますね、ちょっと、マイクの調子、マイクの調子見てもらえます、マイクの調子、マイクの調子、マイクの調子、これどうやら本人の調子が悪い可能性あるなマイクじゃなくて、マイクじゃない、ちなみにですね、ギネス世界記録は認定という名誉の称号をもらえるだけで、まあ、特に商品とか何もございません、だからもう名誉でございます、うん、金メダルとかと一緒かな、金メダルもらえる、全然違う、金メダル、金メダルに謝れよお前、自分でメダルって言ったじゃん、まあ、金メダルと一緒ぐらいの価値です、おい、違う違う違う、え、右も左も大丈夫、大丈夫だよ、アクロス、アクロスがすいません本当にもう、うるせえな、はい、皆さん大丈夫かと思いますが、まあ、本当にあの映りたくないよとか名前言いたくないよって方は伏せてもらって、はい、まあ、大丈夫な人は本当の名前で、言ってください、お願いします、あと多分カメラもそっち向いちゃうんで、あのもし何かをサボってきてる人とか本当に越してください見ないで、じゃあ早速参りましょう、一組目の挑戦者は安本さん、岡本さん、葵さんです、なるほど、こっちはもね、オッケーオッケー、これはだから誰にしようかな、一番欲しいのは愛ちゃんが欲しいよね、愛ちゃん、そうですね、あから欲しいですよね、じゃあ我こそはという人、あ、そっか、でも我こそは愛ちゃんするとちょっと本当の愛ちゃんになっちゃうから、それ愛ちゃん、それはルール違反になっちゃうから、じゃああの映りたくない人はこれで、じゃあ皆さん選んでください、お願いします、いやこれはもうね、主語主語、ギネス違反定員の方、ギネス違反定員の方、じゃあ出てきてください、お願いします、いるんですか、あ、判定員、判定員、ありがとうございます、あ、誰だろう判定員、倉田、あれ、お願いします、驚くほど倉田じゃねえかさっきしないよってた、ただの倉田じゃねえかよ、ギネス違反定員の方ですよねはい、そうです、はい、よろしくお願いいたしますじゃあ、そうかじゃあ、はい、参りましょう、お客さんを3人下の名前で50音順に並べられるか、うん、ギネス世界記録挑戦スタート、こういうのむずいよ ね、そう、何が正解なんですよね、これあとカウントダウン入るんだ、確かに、そんな時間制限ある、でも、うん、あでしょ、だから、あでもこういうのってさ、ちょっと俺たちだと感覚だと無理だけど、翔太、はい、占いとかやってるから、翔太、そうだ、だったら言ってくださいよ、持ってきますからタロットが必要だ、あの人これって言われてあるから、翔太のスピリチュアルにかけていこうかなっていう、なんかチャクラが出てそうな人、チャクラ開いてる、チャクラが開いてる、チャクラ開いてる人を探すの、でも、あ、あの人でしょ、あいうえを、うん、かでも全然、そうだね、え、えみとか、えみちゃんとか、えみちゃんね、そう、これ振らない方が当てられる可能性高いからね、今天の尺だから、振らない方がいいよ、天の尺、どっちがいいんだろうな、どっちだろう、じゃあ一人目いきましょうかね、お願いします、うんうん、一人目、これ、みんな嘘ついてないよね私若子ですじゃないよね、いや、逆に、別に若子も振っていいよ、うん、それはそれでいいのよ、お客さんが回答、夜遊びカジノ、おお、なになにこれ、サンタ型だね、はい、じゃあこちらちょっと立ち位置に戻らせていただいて、はいはいはい、こちらはですね、安本さんと信彦さん、はい、月曜日で行ってる遊びなんですよね、結構ね、先に言うよ、うん、むずいよ、うん、なかなか当たらない、最初なんかちょろいぜとか言ってたけど、途中からね問題がねひねくれ始めた、うん、あら、なんかもうみんなよく分かってね、注意してね、注意してね、ごめんね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、一応説明してください、はい、こちらいつもはですね、ご覧の皆さんに3択のアンケートを行ってですね、イエスのパーセンテージが多い順番を当てているんですが、今回は会場のお客さん全員の回答が対象となります、今皆さんが持っているこれなんだ、赤、青、緑のボタンがこの紙になってるんですね、パネルが、紙がありますんで、うん、はい、それに該当する色を上げてくれみたいなことですね、はい、じゃあルールを説明します、出演者を3組に分けて全3問挑戦、うん、3択アンケートをスクリーンに表示、はい、会場のお客さん全員に事前にお配りした赤、青、緑3種類の色付き画用紙を上げて回答していただきます、はい、そういうこと、会場の皆さん、ご準備お願いいたします、すいませんね、ご協力お願いします、ありがとうございます、その時挑戦者のみ回答が見えないよう目をつぶってもらいます、スタッフの集計終了後、出演者のリアクションなども踏まえて、挑戦者には数の多い順番を予想して当ててもらいます、なるほど、そして見事予想が的中したらこちら、何、何ありますよ、はい、出演者全員のサイン入りイベントポスターをその都度抽選でお客さんにプレゼント、さっき書いたよ、
え、じゃあ当てなきゃダメじゃん。そうですよ。うわ、本気になってもらわないと。いや、当てなきゃダメなんだ。やば。はい、全3問行うので最高3枚3名様にプレゼントさせていただきます。逆に1問も的中しなかったらプレゼント残念ながらもうビリビリに破かせていただきますので。破かなくていいんだよ。、はい、では早速、ファーストゲームに参りましょう。最初の挑戦者は信彦さんと森久保さん。じゃあなんだ、なんだろう、何が来るかですよね。そうですね、これ質問次第では結構ね難しくなりますけれども。、うん、それではファーストゲームのアンケートオープン。今日イベントで注目しているのは A 大きいソビー、 B 可愛い AD 辻井、 C 黒い浪川大輔。おいおいおい、これはもういっぱい見れてる。いっぱい見れてる。これ難しいよ。さあ、もう見終わったかもしれないし。じゃあこの反応もね、黒踏まえて。いや、わかんない、もっと黒くなっていくかもしれない。やだ、やる気出して。そうそうそう。おい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 、いや、これ森久保さん、これそんなに黒くないって。うわ、黒黒いけど、黒いけども。じゃあ、挑戦者の人どうですか、これ気持ちいい。これえ、今日のイベントで注目してんの。はい、まあ、注目っていうとこがポイントだよね。そうですよね。ええ、だからみんな多分、うん、大きいソビーだとは思うんですよ。そうそうそう、全員そうだと思うんですけど、これちゃんと言っとかないといけないのが、この2人の相談を聞いてリアクションしない方がいいかもしれない。そう、今もう決めたやつで手に持っといてやった方がいいかも。なるほどなるほど、はい、大きいソビーだとは思うんですけど、やっぱ流れというものがありますよね、イベント。そうね、しかもそんなに注目はされてないかも、よしいわ。いや、まあ、いや、いいんですよ、注目…あ、もう入っちゃダメなんでしょ、これ。いいんですよ、全然。いや、まあ、これ、辻井くんに負けたら一番ショック。僕、はい、ら目つぶんの。はい、はい、二人とも目つぶってください。はい、はい、こういう状況でいいのかな。なんですか。はい、はい、それではですね、会場の皆さん、画用紙の準備は大丈夫でしょうか。アンケートスタートの合図で A の人は赤、 B の人は青、 C の人は緑の中から当てはまるものを一斉に挙げてください。それでは参りますよ、アンケートスタート。俺はあれが見てえな。なるほど、これは一目見てね。はい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 、あ、そうなるか。え、意外。ちょっと待って、あ、そう。え、これは意外すぎ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。いや、え、そうなんだ。絶対忘れねえからな。